あれ、クォーツの組長、ネジ先輩だ。この部屋に入っていった。いらっしゃい。あ、こんなところでどうしたんだい。クォーツの皆さんに挨拶をして回っていました。首相な心がけじゃないか。それならお入りなさいよ。すごい。はい、ということで今回からジャック・ジャンヌネジコクトルートを進めていきたいと思います。ジャック・ジャンヌ発売から1ヶ月以上が経過し、毎日実況動画を投稿してきましたが、いよいよ最後のルートとなります。まあ聞くところによりますと、ネジ先輩ルートはどうやらやばい、いろいろとやばいらしいですね。僕全く内容知らないんですけど、視聴者の方々からもですね、ネジ先輩ルートは後回しにした方がいいかもですねみたいなコメントをたびたびいただいていたので、一番最後に、回させていただきました。今からとても楽しみです。僕の作業部屋さん、では改めて紹介し合おうか。お互いの事故を。僕はネジコクト、クォーツの組長兼もろもろ担当者だよ。脚本や演出をされているんですよね。しかし裏方だけでなく、僕自身も舞台に上がる。演者としてはきらめく姫や王子からジジババアまで何でもござれよ。男女両役こなせるんですか。かくいう君も総合的な意味合いではどちらともいけそうだね。なるほどなるほど。ネジ先輩がメモを取り始めた。何を書いてるんだろう。僕の手元に興味があるかい。何を隠そう、我がクォーツの舞台脚本さ。まだ草案だがね。どのクラスも生徒が脚本を書くんですか。まさか。よそは脚本家や担任から脚本を譲り受けているよ。僕が特別。はてさて、君はどんな役が似合うかね。ネジ先輩が至近距離で吟味するように私を見てる。ノットシケ。夢中になると周りが見えなくなってしまうものでね。僕らがやっているのは果てがないことだ。芝居をする、ダンスを踊る、歌を歌う、それぞれがどこまででも追求できる分野だろ。一角の人間になれるかもしれないが、ともすればただの器用貧乏で終わりかねない。どれほど時間を費やしても足らない、恐ろしい世界なのだよ。だからこそ夢中になれる。舞台は巨大な装置、ジャックとジャンヌはその歯車、僕はそれを組み立てる職人。共に良き舞台を作ろうではないか、立花君。はい。というわけで僕は執筆をせねば。君も新人公演に向かって頑張りたまえ。どんな脚本ができるんだろう、楽しみだな。失礼します。相変わらずすげえ部屋だな。この散らかり具合ってあれかな、なんかその卒業前というかね、いつも最終回でみんなにお話を聞いて回ってるけど、あの時とどっか変化あったりするのかな。1年間通して若干変化したりするんだろうか。あとこの莫大な本の量ね。いつ読んでるんだろう。読むスピードもすげえんだろうな。あ、待って、あの一番奥のさ、まあディスプレイにさ、明かりがついてるけどさ、その右の本棚、そこにさ、千羽鶴みたいなのがあるね。千羽鶴じゃないのかな、あれ。なんか衣装か何かなのかな。いやでも、ねえ、千羽鶴っぽいよね、色合いが。この泥棒猫。え？うちの旦那を取ってどういうつもりよ。あの昼ドラですか。昼ドラですか。そうさ、これから女たちの骨肉の争いが始まる。妻と愛人、運命というナイフを握るのはどっちだ。これネジ先輩が制裁で私が愛人ってこと？だったらナイフを取り出すのは、まあ妻かな。妻かな。そもそも奥さんの方から絡んできてるし、だとすると奥さんは今
ナイフを持ってるってことになるな。今は殺すタイミングを測っているのかも。覚悟してきたものの、いざやるとなると躊躇してる可能性もあるな。だったら奥さんがナイフを出すきっかけになるような言動をしないと。ナイフが出しやすいようにサポートするってのも変な感じだけど、ナイフを出すが今のお題だもんね。どうなんだろうね、殺すタイミングを測る、そういうのってなんか大体頭にさ血が上っちゃってさ、なんかその口論になってさ、それでとっさにみたいな感じのイメージが強いんだけど。よし、奥さんを煽ろう。そう、煽られてね。何？うるさいんだけど。そういうところが嫌だったんでしょうね、あなたの旦那様。ぽいな。何よ、その態度。人のもの取ったのよ、不倫なのよ。本当に罪の意識ってもんはないの？罪の意識？旦那を浮気に走らせたあんたが悪いんじゃないの？人の家庭を壊しておいて、なんなのその言い草。許せない。ぽいな。あんたなんか。ネジ先輩が何か取り出した。ボールペンだ。あれはナイフ。冗談でしょ。ネジ先輩がナイフをちらつかせながらにじり寄ってくる。嘘でしょ、やめて。ねえ、ごめんなさい。謝るから。何？うるさいんだけど。私が最初に言ったセリフだ。さようなら。ボールペンがお腹に。ナイフでさ、まあ刺すってなんかこうね、ヒルドラサスペンスとかでよくあるけど、実際どうなんだろうね。そんな服をさ突き破って刺すのって結構な力いるような気がするんだけど、切れ味と。よく包丁とかでやってるけどさ、あれどうなんだろうね。ナイスパスの嵐だったね、立花君。T シャツとかならいけそうだけど。あ、いいぞ、これはメモらないと。あ、すごい勢いで書き殴ってる。すごいな。でもまあ書き殴ってるけど結構綺麗にまとめられてるんじゃないか。ちゃんと色分けしてるし、赤ペン使ってるし。文字が文字の形をしてないよ。よし、じゃあ次は部室に来た男子高校生ね。え？入学したての新一年生、入ったのは文芸部。授業が終わり部室に来たら、そこには涙する女性先輩の姿が。さあどうする？オーライ、レディゴー。は、はい。はーい、オッケー。愛人に男子高校生、サラリーマン、ピアニスト、お化けに部屋のドア、岩石、ユニベール劇場そのもの。何役やったかわからない。じゃあまた新しいお題だ。次は何？ネジのさ、このテンションとさ、永遠に続く高いテンションとさ、その体力はどっから来てるんだろうね。今日はここまで。まあでもそういう人って時々いるよね。え？立花くん。多分活動してる時は、起きてる時はずっとこんな調子なんだろうな。もう寝る時はもうスイッチが切れたように倒れ込んで寝そう。すごいじゃないか、最後まで僕についてくるなんて最高だよ。
わかるかい？僕は感動に打ち震えている。ね、ネジ先輩、苦しいです。お題を出すたび、君の頭の中で膨大な選択肢が浮かび上がるのが見えるようだった。しかも、途切れることがない想像の泉。君のイマジナティブ、大変美味だったよ。お気に召したのならよかったです。主食にするから毎日3回やってくれ。え？冗談。毎日5回にしておこう。増えてますよ。今度は本気。いや、非常に有益な時間だった。本当にありがとう。僕的には一番初めの愛人が良かったな。あれは花丸二重丸。じゃあ僕作業に戻るよ。君のおかげでモチベーションも上がったしね。生み出せるうちにやっておかないと。なんかここのまあ愛人、キサがやった愛人はなんて言うんだろうな、オーラマハベンナのさ、まあチッチをちょっと彷彿とさせるようなそんな感じだったな。え？いや、なんでもない。君はどうする？ちょっとダークな部分がね。あ、いい時間なので私も失礼します。はいはい、またよろしく。はあ、すごかったな。立花、ネジさんのところにいたのか。はい、作業に入られたので退出しました。そうか。歌で確認したいことはあったんだけど、作業中なら改めるか。ネジさんの作業が終わらないとこっちにもしわ寄せが来るし。それにしてもお前、よくネジさんの作業部屋にいるな。いつも何やってんの？今日は即興劇をやっていました。え？即興劇？しつこいでしょ。ネジさん、どうやって切り上げたの？ネジ先輩が満足するまでやりましたよ。ネジさんが満足するまで？あの人満足したの？はい。そんなことあるんだ。ああ、やっぱ美月も付き合わさせられた経験ありだね。しかも永遠と。どういうことですか？ほら、あの人って舞台にまつわるものを常に摂取し続けたい人でしょ。空腹通り越して飢えてる感じ。付き合ったところで永遠に終わらないんだよ。その人を満足させたってすごいな。お前、今日のことに味を占めてお前のことを引きずり回さなきゃいいけど。あー、これはフラグだね。夏休みに確かそういうイベントがあったと思う。そういえば1日5回くらい即興劇をやってほしいと言っていました。本気だろそれ。気をつけろ、食いつぶされるぞ。はい。まあやっぱネジにとってはね、すごくいい素材というか資料というかね、変幻自在なんだろうな、キサは。まあ、あの人の舞台にかける情熱は素直にすごいと思うけど、生き急いでいるように見えることもあるくらいだからな。よくやるよ。言われてみると追い立てられるように作業に打ち込んでいる時もあるな。舞台が好きだからなのか、他に理由があるのか。まあなんかこの展開だと他に理由がありそうだけど、ほんといつ寝てるんだろう。おや、立花君じゃないですか。ネジ先輩、お疲れ様です。お疲れ様。じゃあ行こうか。え、どこに？ユニベールのパラダイス、伝承のエルドラド、蜜あふれるカナンの地。つまり？その目で確認しなさい。さ、行くよ。ネジ先輩、腕を引っ張らないでください。ネジはなかなか強引なところがあるね。ここユニベール劇場？重厚な香りが漂ってきますな。では入ろうか。公演日でも
公園稽古日でもないのに入っていいんですか？よくないね。だが入る！ほらほらほら！ネジ先輩、背中押さなくても歩けますから。誰もいない。知恵に見つかったらダッシュね。これが忍びの心よ。見つかるのは、ダッシュで逃げるのは忍びではないんじゃないか。忍んでないな。どうしてユニベール劇場に？っていうか、このユニベール劇場はさ、まあ、その1年のうちに、5回ある新人、夏、秋、冬、ユニベール公演、まあそれぞれ2ヶ月か、まあ、3ヶ月近く、スパンが空くけどさ、その間全く使ってないのかな。もったいないよね。立派な作りだし、外観も中も。ほら、ここでやりたいことがあるからさ。公演の準備ですか？私は何をしたら。まあ全く使ってないからこそこうやって忍び込めるんだろうな。君は観客席に座ってなさい。別に寝てたっていいよ。え？じゃあ僕は準備するから。どういうことだろう。ひとまず座って待とう。さて、ネジ先輩の表情が変わった。劇場の空気もピンと張り詰めてく。舞台が始まる前の緊張感だ。ネジ先輩は舞台の真ん中で直立不動。何一つ音もない。天には目覚めの光よ。地は安らかに眠れる土をいっぱいに敷く。灯り歌は打ち寄せる波の音。木々のざわめきをゆりかごとしよう。そして太陽と月と星をおもちゃにして遊ぶといい。一人でも寂しくないように水に魚を泳がせ、空に鳥を放とう。これ、神様が世界を作っている。男性的で重厚な演技、なんだかカイさんみたい。ネジは本当に演技の振り幅はあるし、演出家として脚本も書けるし、まあ歌って踊れるし、なんだろうな、変幻自在。変幻自在、こういうの天才と言うんだろうな。もしかしてこれカイさんがやる予定の役？そうか、ジャックエースだ。まあ入学当時アンバーにクラス振り分けられてるぐらいだから、もう能力としては平均的に上を行ってるというか、平均の上を行ってるかなり優秀な人間で、しかも田中美希とパートナーやってたっていうぐらいだからね。これで全て揃った。どうしたことだ。目覚めの光はいいが、大地いっぱいの土が足りないぞ。これでは波は滝となり、木々も滑り落ちる。土の手配はどうなっているんだ。土の手配？舞台に土をくまなく敷き詰めろと言ったはずだろう。でなきゃ演出できない。これって舞台？もしかしてこの人は演出か？そんなことしたら土台で予算が全部吹っ飛んじまいますよ。あれ？陽気な男性になった。これ鈴くんっぽい。だいたい舞台に本物の土や水や木を置いて役者に鶏持たせとくだけって、どんな演出よ。そんなんだから本番前に女優が降板するんでしょ。これはジャンヌ、白田先輩。ちょっと愚痴っぽい感じがね。舞台を作るために必要なことをしているだけだ。ついてこれない奴が悪い。魚も鮮度を保っておけ。それから鳥、逃げてる。お父さん、鳥を捕まえたよ。これは少年、演出家の息子さんだ。
どことなく私っぽい。ネジはさ、そのクォーツのなんだろう、メンバーをコピーできるというかさ、だから脚本書いてる時も自分でこうやってなんかね、フミが演じるならこうだろうとかさ、カイが演じるならこうだろうって自分でさ演じてさ、カイがこの役を演じてる姿を演じるみたいな、自分でそうやってなんか確認してるのかもしれないな。でかした。お前が捕まえられるようじゃその鳥は役者失格だな。そいつは自由な鳥を演じなければいけないんだから、今日の晩御飯にしよう。私は演出家、最高の舞台を作るため今日も想像で忙しい。私は演出家、舞台の上で生の一瞬を人々に焼き付ける。歌が始まった。ダンスも。困った人だよあの演出家、やることなすことが意味不明、いつもどこかのマニア向け。いいなこのセリフ。面倒な人だわあの演出家、いつだって難解、わけわかんない。ちょっと陰踏んでる感じがね。すごい、ネジ先輩が一人で何役もこなしてる。私こそは演出家、地に足つかず空狭く理解なき大衆の海を泳ぐ孤高の漂流者。最悪だ。土が少ない世界の演出をしないと。あの、すみません、ユニアプロダクションのものです。この度はうちの女優が申し訳ありません。あれはジャンヌで、ソーちゃんっぽい。ああ、逃げた女優は元気。おかげさまの暴飲暴食ですっかり超えて、豚の役が決まりまして。すみません。それで代役は？任せてください、うちで一番の厄介者。もとい、個性派女優を連れてきました。おいで、演出家様にご挨拶を。ネジ先輩の雰囲気がガラリと変わった。こんにちは。あなたが演出した舞台、以前から拝見していました。一緒にお仕事できるなんて光栄です。綺麗な女の人。きっとアルジャンヌ、フミさんだ。演出家と女優がジャックエースとアルジャンヌ。カイさんとフミさんらしさがあるけど、それを演じるネジ先輩も、ネジ先輩にしかない魅力がある。ネジ先輩っていつも裏方に回っているけど、いつだって主役ができる人なんだ。厄介者なんだって奇遇だな。それなら僕もだ。あなたが厄介者、周りの人間はよっぽど鈍いんでしょうね。私はあなたに魅力しか感じません。変わってるな。君の表現力には脱帽したよ。しかも無理難題の前でも決して逃げない。天才に触れる機会なんてそうありませんから。周りからは奇人変人扱いだがな。大衆の理解を得ろ、エンターテインメントを作れとうるさい。天才に向かって凡人に合わせるなんて傲慢だわ。私はこんなにあなたの才能に夢中なのに。演出家と女優の心が近づいていく。私も大衆受けなんか嫌い。でもあの女優、どこか恐ろしさがある。まるで獲物を狙う蛇のよう。彼女なら私のことを理解してくれるのかもしれない。彼女なら。そう考えれば考えるほど舞台が作れなくなる。ああ、もはや彼女のことしか考えられない。演出家の才能が枯渇している。
ダメだ。何一つ思い浮かばない。今じゃテレビを賑わすエンターテイメント漬けの君、変わって僕は海に沈んだ木材。幕引き感。演出家が一人暗闇の中に消えていく。父さん、父さん。演出家は女優と恋に落ちたことで才能を失い死んでいったんだ。でも最後に選んだのは家族でも女優でもなく舞台だったのかな。いかがだったでしょうか。すごいな。なんか一人で一つの、まあ、短い舞台を見たみたいな感覚だったけど、やっぱ声だね。声の変化がすごいね。脚本演出主演、あれもこれもどれもオールオーバーザネジコクトでお届けしました。ありがとう。ありがとう。では立花君、感想をどうぞ。声でここまでね、まあ立ち絵だけだったからさ、今のこのスチルがあったわけじゃなかったし、一番最初以外ね、切り替わる人物をまあ文字と声だけで想像してたけど、細かく感想を伝えよう。冒頭、まるで神様が世界を創造しているみたいで、そこから現実に引き戻された時の混乱が小気味良かったです。演出家が神様を演じていたのもいろんな意味が含まれていそうで、あとダンスや歌も。演出家と女優の関係が何か変わるたびに出てくる息子さんが印象的なんですよね。だからこそあのラスト、息子さんの姿を見るだけで何が起きたのか悲しいぐらい伝わってきてすごく良かったです。なるほど。細かい。あ、すみません、もっと短くまとめて伝えた方が良かったですか。違う。そんなことを細かに伝えられたらなんか丸裸にされた気がしちゃって。立花君のエッチ、そんなに丸裸に褒めてどうするつもり。僕抱くの。そんなつもりは。その気にさせといて抱かないの。痛い。いや、あの、君がいると僕の脳みそが刺激されまくっちゃうよ。君の意見を参考にこの話を仕上げてしまおう。でないと新しい話が書けない。次から次へと新しいものを生み出しているんですね。そうさ、いつか何も生まれなくなる日が来るかもしれないしね。え何フラグ。今日はありがとう。またよろしく頼むよ。じゃあ、キサがさ、キサってさ、このよくえって言うんだけどさ。あ、はい、お疲れ様です。意味のない絵はないんだよね。なんて言った、意味のない絵じゃなくて、なんていう表現がいいんだろうな。何も生まれなくなる日来るのか、そんな日が。あの演出家みたいに。何ここでのちょっとさ、この短い芝居がさ、伏線というか後の物語に効いてくんのか。ネジ先輩、劇場の鍵はどうしたらいいんですか。ん、おお、立花君じゃないか。お疲れ様です、ネジ先輩。お出かけですか。出かけたくない。出かけたくないっていうか、ネジとさ、校門で会うのは珍しいような気がする。っていうか、あれだけ忙しいからさ、作業部屋にさこもりっきりなのかなと思ったら、結構学校内うろうろしてたりするよね。神出鬼没というか。でも校門は初めてじゃないか。どっかに出かけようとしてたのか。だから出かけたくないって言ってんのかな。今から出かけるとこだったけど、出かけたくないんだけどみたいな。
いやだって僕忙しいし、やることいろいろあるし、時間は有限だし。でもそろそろ出かけなきゃいけない気持ちもあるんだよ。まいったなあ。あ、そうだ、いいこと思いついた。立花君と一緒に行けばいいんだ。そうすれば楽しい。楽しくないところなのか。じゃあ行こうか。うん、今回も強引だね。なんか行き先をさ、いつも言わない。言わないまま、何、連れ回すというか。わかりました。突然な上に行き先も知らないのによくわかりましたね。もともとそういうことが多いですし。確かに。でもいいの？今日は結構あれよ。あれなの？何？でも私が一緒に行った方がネジ先輩にとっていいんですよね。だったらお付き合いしますよ。優しい。なんなの君の忠義、武士。よし、それじゃあ行くよ。あ、はい。駅？切符買ってくるからここで待ってなさいな。あ、切符代を。隣町かな。きっちりしすぎ。僕が誘ってんだから社長みたいに構えときゃいいの。どっしりと。でもだったらお花を一本買っといてくれない？君が好きな花でいいよ。花？花ですか？わかりました。よろしく頼むね。花、誰かにあげるのかな。ああ、お見舞いとかかな。親が入院してるとかかな。病院？じゃあ行き先は。立花くん、やばい、電車も来る、走るよ。え、わかりました。あ、お花買ったんですけど、どうしたらいいですか？それは君が持ってて。え、わかりました。あー、このクォーツのメンバー、主に先輩なんだけど、みんなね、家庭環境に問題ありというかね、揉めてたりするのよ。例えば美月だったら、親が、両親が離婚しちゃってて、で母方の方に引き取られたんだけど、母親とは仲が悪いと、で文に関しては、まあ、家継ぐつがないで父親と揉めてましたと。で海に関しては、もう両親は小さい頃に、亡くなってちゃいましたということで、まあ消去法というか、普通に考えて母と仲が悪い美月、父と仲が悪い文、両親がすでに亡くなっている海、じゃあ残されたのはっていうと、両親の具合が悪いで、それにお見舞いに行くが今回なんじゃないかな。なんか、うん、それしかないような気がする。ネジ先輩の表情に影が差した。仲が悪いのかな。でもじゃあ両親どちらとも仲が悪く、両親は入院してる、でも心配みたいなね。仲が悪いんだけど心配みたいな、だから花買っていく。おお、電車の中初めてだ。ずいぶん長い時間電車に乗ってるな。どこに向かっているんだろう。ネジ先輩、ずっと窓の外の景色を見てる。あ、いつものテンションはないね。海だ。海？海だね。もうすぐだよ。もうすぐ着く。今が8月の頭だと思うから、海か。この後すぐね、夏休みイベントが始まって、ホテルに合宿に来るはずなんだけど、そこでね、海行ったり水着イベントがあったり温泉イベントがあったりするんだけどさ。ネジ先輩、また黙り込んだ。暗いね。いつになく静かだけど、ネジ先輩の心が今までにないくらい波立ってる気がする。ここ、お、海じゃん。
ひびと草木で飾られた岩壁、白波と砂浜が戯れる場所、要するに海だ。なんかあれだね、ネジといると初めて見る景色が多いんじゃないかな。結構連れ回されるから。今日は穏やかだね。どれ、波打ち際まで行ってみようか。はい。波が寄せては引いてを繰り返してる。さてと、立花君、お花もらっていいかな。うん、いいチョイスだ。ここで、え、もしかしてなんかなくなってるとかそういう展開？全く神気が臭くない。それじゃあ。あ、花が海に。綺麗だね。信じられる？こんな美しい場所で人が死んだんだよ。事故現場ってこと？才能の枯渇に耐えきれずにね。田向けに来たってことか。小さな劇場の演出家だった僕の父の話さ。演出家、ネジ先輩のお父さん。っていうことは、あの劇場でやったやつ、それってどこかで聞いたことがあるような話だね。いや、見たことがあるかな。じゃあ、あの子供はネジコクト自身だったんだ。ネジ先輩と二人でユニベール劇場に忍び込んだ時、ネジ先輩が一人で演じていた舞台、演出家が主役だったあの話、まさかあれは。あ、花が沈んだ。帰ろうか。海に花を流すなんて物語のエンディングみたいだったでしょ。父はね、舞台のことで頭がいっぱいで、学生の時に自分で劇団を立ち上げちゃうような人だったんだ。演出、脚本、舞台に関わることなら何でもこなしていたよ。いろいろと賞も取っていた。まあ、俗っぽいものが嫌いで、もらったトロフィーは見ることなく捨てちゃうような人だったけど、舞台に全てを注ぐ父に影響を受けて、僕もいろいろとやるようになったんだ。父は舞台のために頭も体も常に動き回っていた。それはまるで今のネジコクト自身。そんな父が少しずつ家にいない時間が増えたんだ。元から留守にしがちだったけど、母の苛立ちを見れば、舞台じゃない何かのために時間を使っているのは子供の僕でも分かったよ。あー、ってことは、あれか、逃げ出した女優がどうのこうの、その代わりが来てっていう、その愛する人ができてっていう、そういうことか。え、っていうか、じゃああれか、キサがさ、ネジの作業部屋でサスペンスみたいなやつ、昼ドラの、あれも若干絡んできてんのかな。妻が、制裁がさ、その、愛人を刺すみたいな、即興劇みたいなのをやったけどさ。あの舞台通りなら、相手は舞台現場で知り合った女優。でも恐ろしかったのは、父が家族じゃない人間を愛したことじゃない。少しずつ、そしていつしか全く舞台に関わらなくなったことだ。父は舞台のことが何一つ思いつかなくなってしまったんだよ。そして舞台を作れなくなった父は一人海へと沈んでいったのさ。時期が来れば枯れる才能だったのかもしれない。
父のそばに甘い蜜を吸うためにひらひらと蝶のように舞う女性の姿が見えるんだ。それがお父さんの愛人だった女優。立花君、僕はね、女性が怖いんだ。あれだけ才能豊かだった父から全てを奪った女性という存在が怖い。長い歴史の中でも女性を愛して身を滅ぼした男なんていくらでもいる。そして何より僕は父の血を色濃く受け継いでる。女性を愛してしまったら同じように全てを失ってしまうんじゃないかと怖い。僕にとって女性は極力避けたい存在なんだ。でも舞台を作る上で全ての性がないのは不自然だろ。だからユニベールに来たんだよ。女性がいないから。ああ、それでいて舞台の上にはジャンヌという女性が存在している。男女の物語が作れる。そっか、ユニベールは僕にうってつけの場所だったんだ。もし私が女性だとバレたら。西先輩にとってユニベールが安心して舞台を作り出せる場所じゃなくなる。さあ、いかがだったかな。え、体験型舞台、父が自死した先輩と私。たまにはこんな風に外に飛び出して即興劇をやるのもいいんじゃないかと思ってね。ユニベール劇場で演出家の話を見せたのもこの伏線。父が演出家だってのも、その父に愛人がいたっていうのも、僕は女性が怖いってことまで全部嘘。え、マジえ、マジ、俺普通に信じ込んでたんだけど。どうだい、このお話は。騙したんですね。嘘つき、嘘つき、嘘つき。ネジ先輩は嘘つきです。本当の話なんじゃないか。嘘じゃないことを嘘だと言うなんて、嘘つきです。だよな。海に向かう途中、心が波立っていたのも、波にさらわれる花を見て寂しそうにしていたのも、お父さんの才能の話も、ネジ先輩に恐れているものがあるって告白も、全部全部嘘なんかじゃない。まいったね。見たことない顔してるよ君。怒っている？呆れた？軽蔑かな。心配なんだよ。寂しい？悲しい？嬉しくはないよね。ごめん、嘘をついてしまったね。今日話したことは全部本当だよ。普段胸の奥にしまってることまで口からこぼれ出たから、自分でもびっくりしちゃってさ、思わず隠そうとしてしまった。誠意がなかった、ごめん。あ、いえ。でも君という人を見ることができたな。君は感受性豊かで、どんなものに対しても愛情深いね。それが君を表現者としてより魅力的にしているんだろうな。それが君の才能なんだろうな。今日はついてきてくれてありがとう。しばらく車窓からの景色を眺めていてもいいかな。静かに思いを馳せるよ、父に。正直今でも直視できないところがあってね、逃げている部分でもあるんだ。でも今日は君のおかげで少しは父に触れられそうだ。そっか、親父が自殺ね。ってなると母親はどこにいるんだ。母親には会いに行かないのかな。母親の話をしないな。